星の海のアムリはアニメーション制作会社スタジオヒバリにより制作された OVA シリーズ及びそれを原作とした漫画である。前編が 3DCG で制作されている。過酷な環境においても生存できるアダプターと呼ばれる少女たちを描く。西暦2012年に降り注いだ史上最大の太陽風の影響で過酷な環境においても生存できる。 アダプターと呼ばれる進化した人類が少数ながら出生するようになった世界を舞台としている。インソニティ新川切れ HQ の人類は宇宙に進出しており、宇宙空間においても活動できるアダプターが開発に従事している。アダプター支援機関リージョンフリーが建造していた宇宙ステーションモモイロサンゴは謎のメカの攻撃により破壊され、生き残ったのはアムリ。 ペリエ、鈴の三人のアダプターだけであった。その三人も謎のメカによって廃棄物集積衛星、ガラパゴスに連れ去られてしまう。キャラバンにはアニメ本編以前のサウンドトラックには本編以降のドラマを収録。星の海のあむりつきの闇のプラグインマイナスのタイトルで稲瀬深夜の作画により、月刊コミック電撃だよう2008年1月号から12月号にて、 連載、アニメ本編の半年後の物語、ありがとうございます。